どうも、ユーマ研究家の中澤武史です。今日は日本の獣人ユーマ、ヒバゴンについてお話しさせていただきます。ヒバゴンね、ユーマってね、いろんなタイプあるんですけれど、まあメジャーどころは大きく分けて2つに分かれると思うんですよ。まあネッシーとかね、いわゆる湖とか海に出てくる巨大な水生獣タイプよ。もう一つは、ヒマラヤのイエティとかアメリカのビッグフットっていうケムクジャラの二足歩行の獣人型ユーマ。この水生獣ユーマと、まあ、獣人型ユーマっていうのが、まあ、ユーマ界の、まあ、メジャーな、もう吉本とジャニーズみたいなものだと思うんですけれど、日本でもね、水生獣ユーマのが、まあ、多いんですけれど、まあ、クッシャロコのクッシーとか、池田コのイッシーとか、イナワシロコのイナッシーとか、いろんなのがいるんですけれど、意外と獣人系ユーマは、少ないんですね。で、まあ、その中で一番メジャーと言われているものが、ヒバ群。これ広島県の北部にある、まあ、ヒバ群っていうところの、最上町に出現したものなんですけど、実は出現してた期間、目撃されてた期間っていうのは非常に短くて、1970年から74年っていう、だいたい4年間ぐらいで、目撃が終わってるんですね。で、その後目撃も、ほぼ途絶えてるということで、まあ、今から謎を解きを明かすのはなかなか難しいというユーマではあります。ただこの4年間は非常にたくさん目撃がされまして、当時大変な騒ぎになりました。僕もね、一回探検に行ったことがあるんですけれど、このね、地元の役場はヒバゴン対策するね、類人猿課みたいな係も、当時はできてまして、まあ、僕が行った時はもうその課はもう解散してたんですけれど、観光課の方に話を聞いたらですね、かなり丁寧にヒバゴンについて教えてくれました。多分ね、2、30分ぐらいはね、ヒバゴンのこと教えてくれたんですよ。自分ね、いろんなユーマ探しに行ってるんですけれど、大体は地元の方も正直そのユーマについて語れないんですよ。そういう意味で言うとヒバゴンっていうのはね、目撃はもうだいぶないんだけど、未だに熱は、強いなぁと思いました。こういう風にね、役場とか行くとこういう、よくありますよね。いろんな観光地とか、まあ、どの町に行っても置いてある、こういうのがありまして、ここもね、絶景に会いに行こうっていうのは、ここにヒバゴンに会いに行こうって書いてあったりとか、ここにね、郷土料理の紹介もあるんですけど、これすごいんですよ。郷土料理ね、いっぱいあるんですけどね、この、西条町いっぱいあるんですけど、最初のね、郷土料理、雪消し。ちょっとわかんないんですけど、どういう料理か。2番目がすごいんですよ。2番目、郷土料理で2番目に挙げられてるのがヒバゴン丼。ヒバゴン丼が最上町で2番目の郷土料理なんですよ。これはすごいことだと思いますね。ちなみに3番目、ワニ料理に。ワニ食べられるんですね、最上ね。ちょっとなかなか謎の多い場所なんですけれど。ちなみにですね、ヒバゴンね、姿どんな形してるのかっていうことなんですけれど、大きさ的に言うと、だいたい1メートル50センチから、まあ70センチぐらいと、言われてます。これを聞いてちょっと、あれちっちゃいなと思った方いると思います。イエティとかビッグフットって、だいたい2メートル台ぐらいの、巨大な獣人っていうイメージが強いので、それらと比べるとちょっと小柄なんですけれど、ただこれはですね、確かにビッグフットに関して言うと、巨大な、まあ、獣人っていうふうに、今でも言われてるんですけれど、ヒマラヤのイエティに関して言うとですね、僕たちのイメージよりだいぶちっちゃいんじゃないかって最近は言われてるんですね。っていうのも、イエティの足跡って言われてるものから換算すると、もうそれこそね、ヒバゴンと同じぐらいのサイズ、1メートル50から70ぐらいのサイズなんじゃないかとも言われてるんですね。そう考えるとヒマラヤのイエティと実際には同じぐらいの大きさなのかもしれません。で、まあ、どうしてもね、やっぱ猿の5人なんじゃないかっていうふうに言われるんですけれど、猿とは違う特徴としては、やっぱり二足歩行で歩いていたっていうことがあります。あとね、これはね、やっぱ観光で使われてるビジュアルとしては非常に問題だと思うんですよね。ここにね、ヒバゴンの絵が描かれているんですが、ヒバゴンがね、猿じゃない根拠の一つとしては、皆さん知ってますかね、猿のお尻、赤くなってるとこあるじゃないですか、お尻にできた、腫れてる部分ってありますよね。あれ、尻だこっていうらしいんですけれど、ヒバゴンにはね、尻だこがなかったって目撃証言があるんですよ。だから尻だこがなかったから、ヒバゴンは猿じゃないんだって反論があるんですけど、堂々とね、尻だこがここに書いてあるっていうね、ちょっとこの辺の目撃談とね、地元で押されてるヒバゴンのビジュアルのイメージが乖離してるのはちょっとどうなのかなっていうふうに僕は思いました。でもね、ヒバゴン本当に当時は大騒ぎになって、まあ、1970年代に騒ぎになったものなんで、僕の生まれる前なんで、当時のヒバゴンフィーバーっていうのはリアルでは経験してないんですけれど、で、僕がね、実際にそのヒバゴン探しに山入った時もですね、もう本当にね、ユーマ現れた場所ってあるんですけど、
もうハイキングコースみたいなのどかな場所で、結構おじいちゃんおばあちゃんがね、シート広げて、おにぎりとか食べてて、で、ヒバゴを探しに来たんですよっていうのを言うと、あら、そうなのみたいな感じで、なんかその、なんかすごいね、温かい感じで出迎えてくれるんですけれど、よくそんなもののために来たね、みたいな空気もちょっと感じるようなね、あんまりね、信じてる人にはなかなか、会えなかったな、っていう感じではあるんですけど、あるね、貴重な証言をね、一つ聞きまして、これも地元の方から聞いたんですけれど、その方自体はヒバゴを見てはいないらしいんですけれど、実はね、当時そのヒバゴが目撃された頃っていうのは本当にたくさんのマスコミの方が押し寄せてきて、最上町っていうのはね、まあ言ってしまうのも本当にすごい、まあいい意味の田舎町なんですよ。僕やっぱりびっくりしたのは、僕も出身が茨城県っていう、まあ田舎だと思ってたしですけれど、今東京で暮らしてるんですけれど、でヒバゴを探しに行く時もね、やっぱこれはね、その今東京で暮らしてて、まあ茨城県出身の、まあ関東の人間が考えるちょっと田舎のスケールの小ささっていうのをすごい感じたのは、その当時ね、ユーマ探しに行くときにキャンピングカーで向かってたんですけれど、まあ到着時間が夜の7時ぐらいかな、ヒバゴンが目撃されてる場所の近くに着くっていうことだったんで、地元でね、なんかご飯でも食べようかなと思ってたんですけれど、夜7時ぐらいに、その最上地を着いたらもう真っ暗なんですよ。どこの飲食店も開いてなくて、もう照明もなくて、本当に闇で、道の駅で、何も食べるもんがなくて、ね、夕食食べようと思ってたんで、お腹空かしてたんですけど、翌朝まで何も食べれないっていう状況になってしまったね。これね、やっぱ茨城って田舎って言われてるんだけど、やっぱ関東の人間のちょっとその田舎を舐めてるっていうのをその時すごい感じまして、確かにこんだけね、夜になったら闇だし、確かにね、山の奥入るとね、もう全然人の気配とかないんですよ。あ、こういう場所だったらね、なんか獣人みたいなものがいてもおかしくはないんじゃないかなとは確かに思いました。あとね、まあ、関係あるかどうかわからないんですけれど、ヒバ群ね、まあ、最上町ってヒバ群にあるんですけど、ヒバ群にはね、これオカルト界では、まあ、なんていうんですかね、どっちかっていうと、大パーツとか、超古代文明とか、そっちの話が好きな人の間の大好物なんですけれど、日本のピラミッドって言われている、足竹山もあるんですね。で、この日本のピラミッド、まあ、これ、まあ、自然の山なんですけど、それをピラミッドのように信仰してたんじゃないかっていう説があるんですが、この日本のピラミッドの近くでは UFO の目撃とかもたくさんあるんですね。で、そのことから、ヒバ群は宇宙人なんじゃないかっていう説を唱えてる人もごく一部でがいますね。これはね、ビッグフットとかでも実はね、ビッグフット宇宙人説とかもあるんで、まあ割と世界共通のオカルト仮説なのかもしれません。あとこれはね、アメリカのオカルト雑誌では、ヒバゴンっていうのはなんかその放射能の影響で生まれた怪物なんじゃないかみたいなものも言われてはいます。ただちょっと現れた年代とか、その事件に別に周辺で放射能が撒き散られるような事件とかも起きてないんで、その辺はなんかちょっと考えにくいかなと思います。まあ猿の5人とかを除くと、他に考えられてる説としては、まあいたずらというんですか、猿の着ぐるみを着て、なんかやってた人がいたんじゃないかみたいなこと言ってる人もいるんですけれど、まあ目的がわからないじゃないですか。そんなことするメリットもわからないので、だやっぱりね、4年間しか目撃化されてないんで、現時点ではまあ謎としか言いようがない存在だと思います。ただね、目撃は少ないんですけど、本当にヒバゴンって愛されているので、ぜひね、皆さん行ってね、ヒバゴン丼食べたりとか、ヒバゴンのグッズとかもいっぱいお土産売ってるので、ぜひ皆さんも西条町行ってヒバゴンを探していただければと思います。で、最後にですね、このガイドバッグにね、この西条町のね、地図もあるんですけど、これもでもね、僕好きなんですね。普通にね、観光案内なんですけれど、急にここにね、ヒバゴンの目撃地帯っていうのがね、書いてあるっていうね。この、なんていうんですかね、その、ムーとか、ユーマ大百科とかじゃなくて、こういうもう本当に地元のローカルなものの中に、急にユーマが入り込んでくるっていうのがね、嬉しいですね。あと、ヒバゴン出現地の近くには県民の森スキー場とかもあるんでね、スキーするついでにも楽しめそうですね。ただね、そう、このスキー場って結構ね、大事なことで、そうなんですよ。スキーできるぐらい、冬は雪とか降ったりするんで、よくね、動物園とかサーカスとかから逃げ出した猿がヒバゴンの正体じゃないかっていう説もあるんですけれど、スキー場をやれるような山の近くで4年間もね、どうなんだろうかっていうね、生き延びれるんだろうか、みたいな説も、意見もありますね。やっぱりまだまだ、単純に猿とか決めつけるわけにもいかないし、謎が多いなと思うんですね。ただ、
まあそうですね。だから地元の方ももうヒバゴンが何だったのかよく分かっていないので、まあこういうふうに実際の目撃談にはなかったと言われてるシリタコを書いちゃったりとかもありますし、あと他にもね、自分ヒバゴンのお土産とかいろいろ買ってきたんですけれど、これがまだね、マシなぐらい、もっとただの猿みたいな、ヒバゴンの像とかがね、現地には結構あったんですよ。怖いヒバゴンの像もあるんですけど、それはね、割と70年代ぐらいに作られたもので、近年作られたものはね、だんだん可愛くなってきてるんですよ。これヒバゴンに限らずね、特に日本に関して言うと、ユーマのゆるキャラ化というものが進んでいまして、昔はユーマって言えば怪獣とか妖怪みたいな怖い迫力あるってビジュアルで推してたんですけど、どんどん可愛いキャラに変化してきちゃっているので、もちろんそれはそれでいいんですけれど、ちょっと怖くて迫力あるヒバゴンのイメージも、もうちょっと取り戻してくれると、僕なんかワクワクするなと思ってます。コメント欄に、中澤武史に、語ってほしい、ユーマなど、あとユーマのこういうところを語ってほしいとか、なんか何でもいいので、リクエストありましたら、コメント欄の方によろしくお願いします。こちらの動画の感想なども、読ませていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。賞味期限がですね、もう10年前ぐらいに切れてるんですね。実はもう結構匂っていて変色してるっていう感じでね。